西暦2010年8月30日。私があなたをこの時代に連れてきた日よ。どういうこと？ダンは元の世界に戻らなかったということだ。つまりダンはこの先こちらの世界に残るか消えていなくなってしまう。そうか。分かってるの？それがどういうことか。吐かないで。で、皆さん、至急お伝えしたいことがあります。どうかしたんですか？実はダンとマイがバトルしているんだ。え、そういえばあの二人ってバトルするの初めてじゃないですか？そうか、そうだったね。クラッキー。アンジュ。有酸素運動くん、話を進めて。兵道です。今ドクターとアンジュがコアブリッドを強制的に引き戻すためのプログラミングを作成しています。コアブリッドを引き戻す、それが可能なら。ええ、引き金を引いた後ダンを救出することができる。それから空中のバトルフィールドを神々の砲台にドッキングさせるためのトラクタービーム発射管をコアシップに取り付けたいの。主要コアシップに発射管の設計図をデータ転送しました。ケン様、メカット了解。設計図が届き次第作業に入るね。この作戦はソフィア号一隻では足りません。魔族側の協力も必要な大作戦です。了解。まずルガインに作戦内容を伝えます。トラクタービーム発射管ですか。わかりました。至急準備体制に入ります。ありがとうルガイン。必ずやり遂げられる。そしてその後の未来を共に作っていきましょう。ああ、必ず。火山長官、アジア地域シェルターへの避難には今少し時間がかかるとの報告です。迅速にと伝えよう。今こそ人類の英知を結集する時だ。あいつに伝えたいことがある。あいつ？頼まれてくれるか。はい。そうか、よく伝えてくれたフローラ。兄様、いや、ゾルダー様が私にこの務めをさせてくれたのです。温かなお心遣いです。めんどくせえからやらせただけだ。魔族側のコアシップにもトラクタービーム発射管を取り付けるよう指示を出す。ああ、頼んだぜ。オクト在住の魔族たちの移住は現在も進行中だ。これもビオレ前の尽力によるもの。はい。だが完全ではない。全てを救うことは不可能だ。だからこそ俺は最後のバトルに挑む。暑苦しいやつ、真夏の太陽みたいに。グランロラで最初にあなたに会った時、なんておせっかいで暑苦しいやつなんだろうって思った。バイオレット号でみんなと旅をしていた時楽しかった。異界王とのバトルの後、私たちは世界の敵みたいに言われて、みんなバラバラになっちゃったでしょ。苦しかった。グランロロに帰りたいってずっと思ってた。またみんなと、あなたと旅がしたいって。アタックステップ、滅神聖竜ダークブルームノバで攻撃。滅神聖竜ダークブルームノバのアタック時効果発動。相手のブレイブスピリット1体を指定しアタックできる。そしてダークブルームノバレベル23の効果発動。相手のブレイブスピリットとバトルした時、このスピリットは BP プラス1万。ダークブルームノバは BP2 万3000、ブレイブスピリットは BP1 万8000。前様の勝ちだ。フラッシュタイミング、マジックバーニングサンを使用。手札にあるトレスベルーガをノーコストで召喚し、交流騎士サジットアポロドラゴンにブレイブさせる。サジットアポロドラゴン13000、シャインブレイザー5000、トレスベルーガ6000、ダンのブレイブスピリットは合計24000。
ア号を離れるときすごく辛かった。それならなぜ。私グランロロの時からずっとあなたを見てきた。あなたはいつも自分ができることを全力でやってた。私もそうしたかったの、あなたみたいに。それでビオレ前になって魔族たちを導く手伝いをしたのか。そう、自分ができるだけのことはやったと思う。ああ、私は今全力でバトルしている。俺もだ。超新星流ジークブルムノバでアタック。あなたのライフは残りに、ブロックするスピリットはいない。これでバトルを終わりにするわ。フラッシュタイミング、マジック、デルタバリアを使用。ライフで受ける。このターンの間、相手のスピリット、マジックの効果とコスト4以上のスピリットのアタックでは自分のライフはゼロにはならない。どうして、どうしてなの。ターンエンド。俺は負けるわけにはいかないんだ。メインステップ、ブレイブスピリットをレベル3にアップ。アタックステップ、かけろブレイブスピリット。オリュキシン、サジッタアポロドラゴン、レベル3ブレイブアタック時効果発動。 BP1 万以下の相手スピリット1体を破壊する。さらにトレスベルーガの効果発動。自分のデッキを上から6枚破棄、破棄した中に系統行動を持つスピリットがあれば回復する。魔導送信ジェミナイズを破棄したのでブレイブスピリットを回復。異界王まで勝てるわけが。ライフで受ける。あなたのことが好きなの。愛してる。あなたを最後の戦いに引き金を引かせに行かせたくない。だから私に負けてよ。俺は最後まで勝ち続ける。マイ、お前ならわかるだろ。そんなのわかりたくない。私はあなたを失うために未来に連れてきたんじゃない。ブレイブスピリット。マイ、俺はこの時代に来て生きる力を取り戻せた。お前が俺を救ったんだ、ありがとう。ライフで受ける。ソフィア号に戻ってこいよ、みんな待ってる。お前がいなくなってこれでも結構ダメージだったんだぞ。帰ってこいよ、俺にはお前が必要だ。ビオレ様は言ってしまわれました。ビオレ舞は死んだ、それでいい。はい、私はあの方が始めた移住計画を最後まで進行します。ああ、ビオレ様ありがとうございました。艦長、勝手な行動をして申し訳ありませんでした。乗船許可をお願いします。 OK、 篠宮舞、麗しのソフィア号への乗船を許可する。ありがとうございます。おかえり、マイ。ダン、ただいま。マイ様、マイ、イテザを司る12級 X レア交流鬼神サジットアポロドラゴンは
なんと2つのブレイブカードとブレイブできる史上最強の X レアだ。でも体はしょうがない、夏も秋も冬も春もそれは熱い扉でもしょうがない。アンサー感じて伝えろ、アンサー饒舌なホテル、そりゃ魂と魂の強い私は胸汗かいたんだったらもっと爪を立てて、言葉らの傷だらけ、愛された、君を知った戦いでデンジャラスプレイヤー、どんなピンチだったチャンスだった、聞きたいね声でプレイヤー、プレイヤー。魔族と人類最後の大作戦開始。引き金を引くのはダンとバローネ、果たしてどちらか。次回、神々の砲台12級 X レア激突、決めろブレイブアタック。